かないびっくりした。ゆっくり上がって、なんかでこうどう違うかって言いますと、蒸すで、ここに口張りって言いますよ。こういうふうになります。でこれ分子だ。ものすごい人育てる時に、左手の黒子が師匠の時に、弟子育てる時に舞台で許可あれ言うて、左手が先々行く時に舞台見てて、はい、行きます、はい、右、あ、今同時に出ちゃったね。さっき右踏んでください。はい、それぐらい。はい、左。はい、はい、右。いや、あのね、すいません。あの、ほんまに歩かんですよ。こっちまで行ってたんですよ。ここでこう、もう歩いてるふりこう。すいません。もうあっちまで行かないと。でも、もうすぐやるのも大変です。ついていかないと。はい、すいません。はい、まあ、あと3回ぐらいしたら走れるようになりますありがとうございました。3段抜きあった時の一番上の段差になっているのか、チコートとかカタギヌとかヨーロッパでも全部これ使ってたし、日本でも提灯の絵、歯ブラシ全部これでした。ところがもう昭和10年で、もう禁止になったので、でこれはあの1964年に日本が調査捕鯨した時に、寄贈していただきまして、その部分を乾かしてもらったやつを。ほんで、ほら紙なんですよ。ほんまや、ほんまや、髪の毛みたい。一緒ですよ、どうぞ。でこれが自分の油で固まるんですよ。ひげだね、ひげ。ほんまや、硬いわ。あとで太子町なんかでやってる日本海の何かありますよね。イワシとかミンクは無理です。もうこんなちっちゃいんで、違う、ね、あセミぐらい十数メーターあって、これが口の中に450万円入ってますから。1頭でガーッてで、オキアミでこの間から海水を出してオキアミとか止めるんですよ。すごい。だからこの赤でも水銀で本種ですしね、本種の関口種と木口種を合わせたって5分で、ベニガラ酸化鉄でっていうと自然のものなので、元のある色なので、そのなくなることはない、いないんですよね。ニス吹いてるんですかとか言って、いやいやみんなそう思うみたいで、特別に今のニカは精製されすぎて下地には弱いので、わざとニカ屋さんで昔の製法で作ってもらって。おかしいけど、これ僕のおじいちゃん作ってたやつなんですよ。これね、古文のね、今太いのないでしょ。これとほら、こんなの大きなやつってね、あ、こんなんですよ。これ全然違うでしょ。